イオシスファミコン放送局第4シーズン始まるよ。はい、どうも。難しいですね。難しいですね。2年数ヶ月ぶりにやってまいりました。あのみんなに会うたび会うたびやらないんですか、やらないんですか。まだやんねえの、まだやんねえのみたいなね、やりました。あの札幌に、札幌にゲーム作ってる会社あんじゃねえの、あんじゃねえのと、そうそうそう、言われ続けて、そう、こういうことになりました。はい、ありがたい。もう多分これ以上ゲスト来ないでしょう。そうですね。まあまあもう来ないでしょうね。これ以上ゲストは多分いないと思いますけどね。これ以上ないですね。こちらの方と遊びたいと思います。はい、高橋名人です。どうじゃあ名人よ、名人、名人16でした。セーフです、セーフです。あの関係者だけはセーフです。なんだよ、なんだよ、なんだよ、セットをつけようか。いやいや、本当に名人申し訳ないですけど、あの名人申し訳ないですけど、今日は名人が横にいるっていうだけで、もう僕らとしては名人だと、ドキドキしてます。そうですよ、でゲームができる、そうですよ、もうボンバーマン今回も用意したんですけども、あれですよ、名人とやりたいと、ボンバーマンやりたいって言ったら、こんなにあの多くの大きなお友達が大きなお友達が仕事をサボっているみたいな。そうですよ。じゃあ簡単に自己紹介、みんな一言ずつぐらいもらえますか。まあ名人からまず、じゃあ名人です。うん、え違うだろ。ね、はい、橋本名人です。やめてーやめてー高橋さんやめて、俺が高橋さん、テープが回っているわ。ハドソンの高橋名人です。よろしくお願いします。そして、今日はさらに、ハドソン大樹さんと、はい、大樹さんと、はい、タマス小玉さんが来てます。今回、PV、実写 PV の方で、はい、あれこれ作ったということで、担当で、はい、もうボンバーマンやるよって言ったら、なんで呼ばないんだよみたいな、そう、もう飲み会の時でも、もう俺はもうビデオから持ってるよみたいな、服部君のビデオから持ってるんだから、この野郎って飲み会の時に PC エンジン持ってきたから、ね、そう、もうびっくりしました、あれは飲み会の時4時間前に付き合ってるから、4時間行っちゃった、行っちゃったのか、ね、3人だけだったんだから、そんなこともありました、田中、ね、はい、さんと、はい、大樹さん、そして、愉快な仲間と、はい、愉快な仲間です。テロップが順次出ると、はい、出ますね。でも時間短縮でいきましょう。はい、そんな感じで、はい、第4シーズン始まるよ。ハドソンの高橋名人です。アルバム高橋名人伝説は1月27日発売。ハドソンのレトロゲームの音楽をイオシスがアレンジした9曲を歌っています。ビートマリオさん、片桐烈火さん、イオシスのアイさんとのデュエット曲も入っています。 CD 高橋名人伝説はイオシスショップでお買い求めください。よろしくお願いします。レッツゴーボンバーマン。 OK OK、 みんなもう準備は万全だね。じゃあ次はフィールドに出てみよう。本当はみんなそうさ、面倒なことばっかりさ、だから探すのさ、夢のいた遥かに遠い夢を抱きつつ、 Go for Breakup, Go for Breakup、 ここは旅の駆け抜けろ、駆け破れ、駆け破れない。 Yeah! よっ、また出ましたよ、おなじみの、おなじみだ。バッテリーがないんじゃない。いや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 、あれですよ、こう今日もうね、10年だっけ、10年ですよ、これは、あれですよ、こうなぜか分かんないけど、あれこの日付何の日だっけ、大樹さんこの日何の日でしたっけ、多分ですけど、名人が歌ってる CD が、え、本当ですか、はい、まあ、CD この日に出ます。 CD 情報は後ほど、はい、いきましょう。はい、あもうゲームに抜いてください。じゃんじゃんじゃん、さあさあ、これ綺麗、びっくりしましたね、これ出た時 ね、すごい綺麗でした。今日は白サターンでやってます。はい、白サターン言わなくてもいいか。え、サターンって94年だっけ、はい、94年ぐらいですか、発売くらいですか ね、 ね、そうだよ ね、 ね、うん、うわー、バイハドソンって言ってるんですよ。あ、これね、はい、あのバイハドソンって言ってくれてる人は、はい、実はハイジなんです。じゃあクララ
ラーっていうのと同じ天井で、この頃はボンバーマンのコマーシャルのボンバーマン役はみんなハイジさんになってもらった。すげえ、クララが立ったボンバーマンやったみたいな。いいの。いや、いいですね。名人ないと聞けない情報。そうですよ。今まで僕らが嘘情報ばっかりですからね。本家が出るとやっぱり違いますよね。やっぱね、違うな。名人でもちょっと嘘言うけど。やめて、名人やめて。じゃあ今日はですね、サタンボンバーマンで、はい、サタンボンバーマン、まあ、どんなゲームって言ったってみんな知ってるよね、みたいな。まあ、サタンボンバーマンは10人対戦なんだよね。はいはいはい、で、実はこの前の年、前全然かな、うん、93年ぐらいに、はいはい、天外魔教の、はい、10人対戦でキャラバンやったのよ。おで、それはパソコンにハイビジョンのモニターのカードを入れて、うんうん、それに PC エンジンの本体を挿して、それで10人対戦をやったのね。へえ。これを各家庭でやったら面白いだろうなっていうので作ったのがこのサタンボンバーマン。ほー、10人ですよ。10人なかなか集まる。多分やろうって言って集まるのが70人ぐらいですよ、先生。多ければ多いほどいいだろうと思ったの。いやこの時は。この時は今もそうですよね。これマスター君6人繋がるんで、最大10人までいけますよね。うん、頑張れば。ただね、うん、頑張れば。頑張れなかった。いや、増やすのはいくらでも増やせるんだよ。ただ全体的に遅くなるから。割といい感じの人数っていうのがあるじゃない。なるほどなるほど、うん、それが10人そうだね。と、まあここら辺はもうアバウトです。いやー、さすが広報の部長ですね。あ、じゃあ広報の名人だ。部長じゃない、名人ですね。部長じゃないんだ、名人ですね。名人だからね、うん、じゃあ早速やりますか。その12対戦を。いや、いいですね。やっていきますか。たまんない、ね。12対戦するよってことで、うん、いろんな人に来てもらいました。今私物のコントローラーたくさん持ってきてるんでね。そうそうそう、ね、みんなコントローラーあるみたいな。サターンのみたいな。ちょっと待って、実家戻るわみたいな。みんな大変です。サタパ久しぶりに出したら、この A のところにこう赤的なものが溜まってる。汚い。わかります、わかります。重心に効かねえとかね。久しぶりにね、やるからありますね。はい、10人全員間に合いますね。いいですね。はい、ルール、ね、はい、2回勝った人は勝ちにして、時間3分、うん、シャッフルなしの外ですもなし、味噌本ありで、やっていきましょう。はい、ちなみに皆さん分かってると思いますけども、接待プレーはありませんので、うん、全員全力で。みんなもう平等です。とりあえず勝ったよ。いや、ちょっともう見直してください。もうね、はい、みんな接待プレーありだから、ね、接待プレーを要求してきましたよ。あれ、いいんだよね。寝てますね。大丈夫です。寝てます。ちょっと俺メガネかけるわ。いや、もういいです。もうね、爆弾なのか爆弾アイテムなのかが分かんなかったんだよ。でもね、もうこれもう本気出してもらった方がいいですからね。もうだって爆弾アイテムだと言ったら爆弾だったんだもんね。やられるからね、こんなの。恐ろしい。いいですか、このステージで。早速行きましょう。はい。何 P が誰かはテロップが出るはずです。なるほど。やりだすとこう黙るか騒ぐかどっちかって。そうですね。まあ、アイテムは今見るとパワーボムぐらいだもんね、キックとね。そうですね。あ、ラインボムもあったか。ラインボムまであります。このステージはパンチが出ません。なるほど。おー、当てた。やっと出たよ、アイテム。なんか、これやっと出たよっていうのみんな気づくと思うんですけど、これリハーサルやったさっきね。やって、確認しますからね。その時、明治とか出ないよ。なんでさっきからね、俺のとこアイテム出ねえんだよ。全員誰か言うせる。本当に出ないんだよ、これ。僕も誰かしら言うっていう。あ、ワープしましたね。どうすんの、ま、ね、これ。俺、これで勝てっておかしいだろ。あ、それだ。なんで死んでんの。早い。いまだに出ないんだよ、パワーアップアイテムが。博士、どうしてドクロ取んないの。なぜなら勝ちにいってる、これ基本的だろ。今日はね、名人がいるおかげで俺だけ狙わないっていう。そう、狙われないっていいね。名人いないところへ行ってる。博士もちょっとね、名人博士現人ですよ。名人がいるから。よっしゃ、よっしゃ、よし来た、よっしゃ。ブイブイやるやるやる人の気がする。あれ？あ、落ちた。あ、やめた。ちょっと。やめて。火がむちゃくちゃ長い人がいるんです。助けて。危ないね。危ない。ガ
が届くっていうのは嘘だよな。あのごめんなさい、ネジあのテープ回ってますから、勘弁してください。そのあのちょいちょい、あー引っかかってるし、うわ惜しい、あぶねー、あーもうだろうな、あーもう今俺のナイスプレーが今動きすぎちゃったよ。あ、でこのハリーっていうのが出てね、はい、このプレッシャーブロックが出てくるじゃない、はい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 、これはね、ボンバーマンでキャナマンやってから生まれたやつなんだよ、これ。あ、あの最後に2人ぐらい残るとさ、いつまで経っても終わらないんだよ。終わらない、終わらない。だから時間制限設ける意味がねえから、なるほど、じゃあ最後に全部なくなって終わろうと、そしたら絶対3分で終わるじゃない。なるほど、なるほど、うん、このプレッシャーあったらないっすよね、本当にこう、ねプレッシャー、狭いところにこう押し付けられるとプレッシャーが激しい、これどんどん来ますよ、これみんなまとめ、ちなみにね、このプレッシャーが終わられたのはね、当時の宣伝にいたね、ボンボンに一回ボンバー松尾っていうのボンバー松尾、ボンバー松尾、これをね、考えたんだよね。いやー、まあ、ボンバー松尾も、あーこれ、あーこれ、あーやべ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 メジ相手受けないで勝てっていうのはおかしいよね。これを作ってるの言ってください。ああやばい、自殺したんだっけな、これ作った会社みたいな、何か言ってください、これ本当だよ、どこだよ、どこの会社が、どこの会社が、札幌の御社でございます。御社さんはね、小さい声で弊社でございます。弊社でございます。いい人ですね、宣伝忘れませんか。よしよしよし、やっぱりね、足速くないとさ。あれ俺いなくなったよ。こっそり俺がやっつけました。あ、人が、あーさすが、焼いた、人が相手も取れないからさ。もう弱いものいじめだよね、今。世の中は厳しいです。違う違う、世の中は厳しいです。小さい声、世の中は厳しいんだよ。仕方ない、知ってた。やばい、これ大体ね、あの、はい、ボンバーマンっていうやつやるとね、はい、ほとんどの人が俺に向かってくるから苦しいんだよね。だから俺練習にならないんだよ、あいつも。そうですね、本当に名人いないと、そうなんです、やっぱり、ね、名人と戦いたいと思ってますから、味噌場の入れ替えは、自分の爆弾で相手をやっつけたら入れるんじゃないかな。いや、これは入れないもんね、今入れないです。もうね、過去のゲームだから忘れちゃってるもんな。あれ結構出てますもんね、ボンバーマン、うん、あの今のね、新しいボンバーマンはその入れ替えするかっていうのもがあったりするんだよね。へえ、入れ替えモードいいっすね。だから、ほら敗者復活ってあるじゃない。はい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 、はい、だからやっぱりそれを入れといたら、ちっちゃい子でも一回負けてもつまんないなることはないんじゃないか。なるほど、ルール、そうですね、覚えてきて、あ、こういう風にやればいいんだってことが分かりますか。そう、まず一番最初の子はね、ゲーム大会でね、用意スタートってやったら一生懸命 A ボタン押すのよ。だからスタートした段階で爆弾置いてるから、もう自滅するのよね。だから俺ちっちゃい子にはね、あ、終わっちゃった。この話の続きは次回で。気になる、 CM だと気になる。これでまあ満遍なくいってますね。満遍なく、満遍なくね。だから満遍なくいくと終わんない、やばいんじゃない。やばいし、収録僕ら楽しいですよ。ほどほどで誰か勝たねえかなみたいな。でももうちょっと戦いたいです。もうちょっとやりてえなみたいな。でさっきの話だけど、だからちっちゃい子がゲームに参加してるときは、あのね、君たち用意スタートと言ったら、とりあえず十字ボタンを押すんだけど、 A ボタンは指を離しといてねって3秒ぐらいって言うと死ななくなる。だからアクションゲームってなんか始まったらすぐ A ボタン押しちゃうところってありますよね。そうなんだよね。でボンバーもそれやっちゃうとダメなんですよね。ダメなんですよね。本当に相手ってとこない。あった、よし、あ、自分で飛んじゃ
よーし、うわー、消えた。まあ、機材的にちょっとあの反応が遅いっていう事情がちょっとあるんですけど、誰かなみたいな。おめでとう。あーとー。なんすか、いやいや、なんすか、博士自爆やめてくれる。もうね、みんな俺を狙い始めてるね。あーやばい、あ、なんだ、バブラなんだ、開いてるか。あーバブラブブブブ、いっぱい見つけ。いやでも、いいな、こうやって友達呼んでやるっていう。おー、怖え。今だと宇宙宇宙って人は初めて聞いた。あーうるさい、しゅうちゃんうるさい。あーもうしゅうさん何語かな。あーやばい、あーやばい、ベトナムのベトナム。あーうるさい、あーうるさい、あった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 、メイやられとる。あーうるさい、あったあった、あーなんでしょう、あれは。おっ、メイジだ。おー、2勝、先に2勝した人が出たら終わりだからね。いや、これでこの試合でも終わり。あ、この試合で終わりですか。わかりました。
これラストラストゲームあ、ほら、行っちゃったじゃあねあ、ほんとだおー違うんだよ、今端っこに寄って C ボタンを押して真ん中来たら真ん中で爆弾を爆弾を爆弾あります、ね、コントローラーおかしいだから、まあ、みんな遊び込んだコントローラーばかり俺は第1回キャラマンの時にね終わるたびにこうコントローラーを開けてアルコールで拭いてねやってないだろやってないでしょこれいやでもあのファミコンバーであの俺がコントローラー直すからハンター持ってこいってどうしようかな違う違うあれコントローラーじゃないあれ本体から出てるビデオ信号が接続しにくいからハンダがあれば直るだろうと持ってこいだからドライバーとハンダで持ってきてしたらありませんって言われたいや普通のバーないっす普通はないっすカズトクさん自身があるかもしれない普通のバーにないじゃあ、みそもんあるさじゃないか。メイジやることないっすよ。みそもん、やることやりましたから、メイジ。今、俺のナイスプレーが出たよ。すげえ、火力。とんでもの高さいけど、好きだから、それそうなんだよ。ボンバーマン？ボンバーマンなんだよ。白ボンだね。いや、というか、まあ、彼は PC エンジンにあの青春を費やした男ですから。どうした？PC エンジンに青春の何パーセントついてるの？20% ですよ。おー、多いな。相当ですよ、その青春。これはね、入れすぎだわ。ちなみに、あの名人は、何 PC, あ PC エンジンにどのくらいあの青春を積み込むんですか？ 3% それほどでもない。あの時間的にそれいいのかそれ。あなんだ、なんだこの戦い。すごい、すごい、すごい、すごい。気持ち悪いよ、なんだこの戦い。これほら、もう一回名人にやらせようってことで、もう一回図のドローですね。今なんか真横からね。ちょっと何とかして。名人が、名人が、あ、もう、もっともう、いい音した。やったー高いですめっちゃ嬉しい。美味しいな。普通に嬉しい。今これやってたら死んじゃったら美味しい。メイジが物理的に邪魔してるありましたよね、これねあーどうやってだから思えそうなんだあっあっあっあるな今、ハマった人ですか何、ボソッとあるな、僕のママのああそうだあー、もう逆らえないな嫌な人だなしっかり誰かもあ、ブスさっきから一つもアルさん喋ってないでしょあ、そういえばいたアルさん、アルさん、トラーさん、その天からハルトさん連れてるんですよ面白いって今、今この2010年にワゴゴしてる今アボバも面白いって遅いよ、遅いだから今日はない誰よりも楽しんでたりしてカツキに言うからうん、か家にね、こうボンバーマンセットが買いそうだからね博士役ぞーやばいね、どうもあ、あれかよしよしよしなんだかな、ひっそりとしてやってるのゴジローだね、このハニーちゃんと一緒に出た侍ねあまだ考えたねカモン博士カモン博士ゴー博士ゴー博士2、1ああ、風邪焼けなかったあ、挟まったぞ冷静にバババババって言っちゃうでしょ何語だろうアババ語アバのアバババどこですかおっと1対1小次郎とね、キヌ10番と4番4ピン、ボイドさんおぉはいボイ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 で、10ピン、あれあれおっいや、今のは最悪だこういうやついるよねいや、今のはいるねこういうやついるんだよじゃあ、
ストラストだよ。塾の時間は大丈夫。ゲームは1日1時間だからもう本当にそろそろ1時間経っちゃいますからね。もう経つの？もうそろそろですね。まだ。いやまだ30分ぐらいじゃないかな。あ、じゃあまだまだ。まだまだ。あ、時計だって今言いましたよ。あ、だいたいね、1時間っていうのはね、小学生なんだよ。あ、なるほど。大人のね、どうでもいいんだよ、自分で。AJ! AJ! あの、自己責任発言。いや、言っとくけどさ、大人はさ、自己責任持ってるだろう。あ、まあまあ、そうそう、ちょっとは。でも、子供は確かにその勢いいっちゃう場合ありますね。勢いでいっちゃうのと、俺、子供にはテレビゲームだけじゃなくって、なんていうのかな、外で遊んでほしい。やったー！やったー！イベントされた。子供の時にさ、基礎体力って使うからね。初めてなんか誰も話聞いちゃうじゃん。真面目なこと言うんだけど、メジごめんなさい。あーほらほら、俺聞いてなくて大丈夫です。まあ、いいけどさ、あ、メジ生きてる。今気づいちゃった。よし、よし、名人が止まっちゃった。今博士が名人を焼いただろ。倒したものの名人が止まっちゃった。あそこにいたら大丈夫だと思ってたのに。いやいや、こういうね、気の一瞬の緩みが名人その弱気ない。いや弱気じゃない、弱気かな。いや弱気じゃないんだけどさ、でも今の間って面白いでしょ。まさか高橋名人面白の方に行っちゃう。俺らが知らない。終わってた。あ、終わった。どれ知らぬ間に行けたよ。なんか今の解説できないよね、今のプレー。解説できないってことは、もう一回もう一回ですね。どういうことや、もういいくらいやめようぜ。これじゃラストね、これラスト、これ本当ラストです。これ最後だからな。まさかの絶対プレーで終了しないか。いや、ね、それはないよ。それはないんだけどさ、あのくれぐれも俺の邪魔だけはしないで。あんに要求。あんにね、相手もあってもくれぐれも取らないような方向でっていう。ダメだ、取る。もしてもしてもさ、相手も取りたくて受け取りきれないんだもの、本当に。なんで出てこないの、こんなに。名人が届くために誰かを倒さなきゃいけない。すごいね、ハード高いよ。だって大豆さんは会社背負っていったら、多分悪いけど俺背負ってるよ、俺も。ね、きっと言われるわけでしょ、会社に帰ってから映像上がった後にこう、なんかこうお前立ち会ってたんだろ、合わずかってね。あ、セーフ、借りくださいね。マセゴそうなんだよ、使えねえんだよ。だってアイテム出てこねえんだもん。カセぴったり靴で離れないよ。誰かが死ぬの待ってよ。よし、またラインボム取っちゃったよ。余裕の発言。入ってる。コントローラーおかしい。子供みたいなこと言わないでください。いや、あと今俺絶対上押してたよ。なんで下行くの？それ、同じレベルになっちゃう。いや、同じレベルでいいんだけどさ、俺は。あーし、博士焼けた。ため息です。残り2人、3人。またボイボイ、またボイボイ行っちゃうの。終わった。連射しないで。ちょっと待って。連射しないで。あれ、この中、これ犯人はこいつだ。自由に妨害を。あれ、おかしいな。誰がやってるの？名人あの十。あれ？16連射が見えるっすか？まあいいんじゃないでしょうか。こういう終わり方もね、はい、いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあよかったよかった。CM の後はエンディングですね。はい、面白かった。いいです。面白い。イオシ
スのウェブラジオポータルサイトハイテナイドットコムはほぼ毎日21時に番組配信中。みそじのおっさんからピチピチの人妻までおもろーな MC が皆様のご機嫌を伺います。ポッドキャストでボバイティピュー、通勤ですでラジオ聞いて笑っちゃっても罪ではありません。 http://ハイテナイドットコムまでアクセス。イオシスの CD はメロンブックス、虎の穴、秋葉王、アニメイト、ゲーマーズなどの同人ショップとイオシスの通販サイトイオシスショップ、やたら便利な通販サイトアマゾンで購入できます。この他各種同人誌即売会、ライブイベントでもゲットできます。あぶくじにが湧いたらイオシスの CD を買おうぞ。素敵なメガネ男子大好きのツマポンが手作業で CD や T シャツなどのグッズを送ってくれる通信販売サイトイオシスショップ、同人ショップでは手に入らないレアアイテムもゲットできますよ。 http://www.iosisshop.com までアクセス。サクセス。はい、はい、エンディングです。すごかった。いやすごい。いやなんかまさかね、高橋くんのあのポーズボタンの16連射ってなんか最初はね、あっちのパッドの方かなと思ったらね、本物でしたね。何って言いながらこうガーッて押しましたね。すごく細かいポーズかかって、うん、スローかなみたいな。びっくりしましたね。あれはびっくりしました。はい、サタボンでした。はい、皆さんも10人対戦してください。でさて、今日はじゃあ、あれいきますか。誰から紹介しますか。誰からいきますか。じゃあ、これかい。あれかい。大丈夫ですか。大丈夫かい。確かに焼かれちゃったからな。僕も焼かれましたけど。焼きつやけは、はい、高橋名人伝説、うん、魂の16連射、うん、2010年1月27日、うん、ズバイと、はい、いうことになっております。はい、まあ、プロモーション等々いろいろ出てるので、うん、ご存知の方もいるかもしれません、うんうん、よろしくお願いします。はい、各店舗でぜひ予約をお願いしたいと思っております。はい、名人かなり歌っているということで、はい、後ろにいる大変だったよ。後ろのもろもろが作った曲を全て歌うというもうね、あのね、あの言っとくけどね、俺フォークソングの男だ。時代は今回9曲ありましたけど、フォークソングはなかったですね。それでね、俺大体バラードが好きだからテンポ90とか100とかなんだよ。それが170とかだよ。誰作ったんだ。これテンポ速くないですよ。130ぐらいです。あ、ちょっと速くらいだね。譜面見たら16分音符ばっかりだよ。誰作ったんだ。練習してたでもね、ちょっと面白い音楽ばっかりだと思いますよ。ゲーム音楽が元になっているので、うんうん、メロディーラインはどっかで聞いたな、うんうんうん、それにちょっと札幌の片田舎のちょっと、まあ、これ以上あのセリフは言わないけどの面白い人がなんか面白い歌詞書いて、そうだからね、ちょっと僕もね、ちょっと童心に戻って、あ、童心に戻ったら歌えなかったけどもでも本当にね、そういう意味はね、すごい楽しかったですね。はい、うんうん、歌9曲、その他含め14トラック収録という作品でございます。はい、1月1日、メロンブックス、トラのアニメとゲーマーズ等々で、はい、販売予定ございますので、ぜひどうぞ。そして、はい、ハドソンさんの新作ゲームがいくつか出てますね。ああ、そうだね。じゃあね、どれにしようか。なんかこう、じゃあもう一つ、これ一つ紹介したいと思います。はい、一つ名人、名人、だったらもう名人、並べちゃう、もう今回持ってきたと思って並べちゃう。ハドソンからお送りするソフトはですね、はい、まず Wii のコーリング、はい、これあのホラーゲームです。で、ちょっとね、B なのでちょっと小学生の方とかプレイできないんですけども、うん、実際ね、Wii リモコンをこう携帯電話のように、このリモコンについているスピーカーからこう、みたいな声が聞こえたりしますので、ちょっとね、できれば夜暗いところで一人でやってる。怖いよ。それで今の10人対戦じゃないけども、はい、4人で対戦できる桃太郎伝説、うんうん、これのね2010、うん、でこのね桃鉄シリーズではね、この番号を見れば分かるとおり71作目になります。1988年かなね、桃太郎伝説が出てから、うん、ファミコン PC エンジンだセガだとか出て、携帯電話とかいっぱい出て、はいはい、71本目になりますので、すごいね。で今回はですね、物件駅を増やしたんです。あ、はいはいはい、ね、線路の上の駅を増やしたために、はいはい、マップのが、はい、
狭くなっちゃったので、はいはい、マップを 1.5 倍にしました。まだから面積比4倍。いいだからっていうことと悪くなりますよ。すごい、うん、もう、まあ、徹夜でそういうことです。そういうことこれはね、デカスポルタ2という運用のやつなんですけど、はい、このちなみにこのデカスポルタの1の方は、うん、全世界で200万本売れてます。おで、それの2なんですけど、1と10を合わせると20種類のスポーツが遊ぶ。へえ。で、これ目指せ釣りマスター DS、 これがですね、あ、これだったかな俺、ハイダショウコちゃんとね、はい、歌ってるんですよ僕。へえ。 CD が出てました。はい、 CD 出てるんですけど、今回のメンバー誰もそのことに触れてくれないという。知ってました。お魚の歌です。はい、あ、知ってた。はい、お魚の歌ってそのままだよ、ね、彼すごい名人好きなんで、はい、意外に名人好きです、まあ、そういうことですので、私の歌をですね、あのボーナスで聞きたい方はぜひ。そうですね、あのこれでも面白いですよ。うんうん、ということで、はい、ね、言ってましたね、こっちもこっちもぜひ買ってください。なぜ CD のパッケージが出ないかって、できてないからです。またパッケージはね、この段階でできてません。ここでじゃあプレゼントいこうか。おおおね、じゃあ今回発売される CD のジャケットを切って、はい、送ってくれた先着10名の方に、先着10名、ここのスタッフ全員のサインを。おそれは貴重かな。ただ、はい、配達郵便屋さんがこう持ってくるんで、はいはいはい、どこが先着10名かがわからないという。ちょっと、そうですよね、ね、あ、やっぱりじゃあ無理かこの。そうか。ああ、俺他の9人いらなかった、名刺だけでいいから。ごめんなさい、宮田さん、ごめん、ちょっと頭を丸めて。お詫びの印が。お後がよろしいよね。お後がよろしいよね。でもね、サイン10名ぐらいはプレゼントしますんで、私のでよかったらね、はい、じゃあ私のシールと名刺と色紙セットを10名様、はい、応募方法は後で検討してください。はい、ありがとうございます、はい、いや、すげえ。とりあえず、まあ、俺が一人分もらうんで、9名様ってことで。じゃあ俺ももらう。はい、結局、皆さんに届く収支はございません。なんかじゃあね、考えましょうか。はい、はい、さあ、そんなわけで、ファミコン放送局、久しぶりに放送しました。はい、どうだったでしょうか。まあ、まあまあ、楽しかったんじゃないかと思われます。僕らは楽しかったからね。うん、はい、よかった、よかった、よかった。今度またハドソンさんと桃鉄とかやりてぇなー。はい、それではまた次回ちょいちょいやりますんで、ね、はい、よろしく。それではまた、だねー。はいはい、バイバイ。あ、すげー揺れてる、すげー揺れてる。あ、すげー叩き。